はいどうも、ハレバリーです。さあ、今回もエルデンリングやっていきましょう。前回のあいつマジで強かったわ。それじゃあ今日は、アルター高原の、マップ埋めの旅に出るかね。火山目指そうぜ。この街道沿いに、ちょっと走っていこうと思うんで、まあ、こっからやな。こんにちは。こんにちは。怖っ！何こいつ？殺人鬼の村か。面白い。いや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 、物騒ですね。治安悪いね、ここ。それ何に使う動画やねん、お前それ。お前ら！えげつない、えげつない。あ、そうや、あとね、この、鉄壁の盾の戦技がどこでゲットできんのか調べたんよ。さすがにな。ほんなら、なんか、門の砦、門の城か、に行く途中のところに、なんか夜に出てくる夜の騎兵がまたおるらしくて、そいつを倒してもらえんねんて。あ、ぶっちゃけ、飛んに行こうかな、思うたんやけど、また動画内でやんのもな、あんまり思んないからな、あいつ。ただ、馬で走り回って切るだけだから。もう動画外で、ちゃちゃってやっとこうかなって感じだな。風車村、ドミヌラ。あ、あるわ。これあれやん。あったやん。あの映画の、ミッドサマーや、ミッドサマー、ここ。ミッドサマー村と呼ぶことにするわ。怖いな。こういう村がいっちゃん怖いよな。うわ、人骨のかけらやって。見た目こんなに綺麗やのに、この狂気があるっていう、このアンバランスさが完全にミッドサマーやね。ばあちゃんしかおらんな。ここボスおんのかな。ボスすげえやでな、エルデンリング。ほんま、どこかしこにもボスおるもん。あ、おるやん、なんか。神肌の使徒。使徒！これは使徒ですか？なんでこんな、なんか大層な曲流れんの、こいつおんで。うん、前回のあれに比べたらほんまに弱いわ。こいつはドクレやろ。人間なんやから。お、ちょっと待って。うわ、ガード向こうや！え、なにこれ？人の皮みたいなの着てる。キモ。この引っ掛けが強かったよな、さっき。おいおいおい、凍傷と出血のダブルコンボのアジャどうだお前。なるほどね、第2段階ありか。アマテラス。え、気持ち悪い。何が起こってんのこれ。うわ、アマテラス、アマテラス。ウチハのものか。だからやることに変わらん。これなんなんよ。ビローン体を入れるって。てかさ、この霜踏み時々出えへん時あんねんけど、これなんやん。なんでこんな BGM かっこいいねこいつ。重要人物なんか。いや、なんかこれバグんな。火力が余裕で高いからな。あー、ぐる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 、伸びる伸びる伸びる星人よお前。あつ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 は。アソルロストした。なんか1万4000とか失っても、ああ、はいはいって感じなんだ。ああ、はいはい、1万ソウルロストねっていう。こいつ火力やばいよな。2発で終わりですもん、だって。一撃異常やでな、これ。やっぱこれ、だいぶ後半のマップなんかな。でも俺、オートに行けって言われてるから、進行度的には、間違いないはずなんだけどな。それにしても結構固めの防具着てて、2発で沈むのはちょっと、やばいな。伸びる、伸びる。伸び、伸び、伸びる、伸びる。変則的すぎる。いや、これやばい、これやばい。めっちゃついてくんもん。いや、やめて、やめて。はぁ？あれ？入り口からやり直しさせられた。ラスト一発！はい！いや、そんな苦戦する相手じゃなかったやろ。火力はやばかったけど。14000、まあ、なんとか帰ってきたって感じやろ。お！神肌そぎ、なぎ払う黒煙。あー、両人剣じゃないですか。黒煙の渦。え、これ両人剣やったんや。え、めっちゃええやん。これ、戦技付け替えいける。これ出血発生やろ、お前。これは出血発生しかねえじゃろ。有能なモーション。FP 振るべきなんやろうか、でも。体力やろ。まあ、やっぱ体力やな。体力背負わないときついからな。で、俺どこ行きたいんやったっけ。そや、今日はマップ埋めの旅とか言うてて、完全に道取れたんやな。でも武器もらえんな、収穫でかいな。俺武器に目がないんでね。やっぱりここ晴れたらめっちゃ綺麗やな。おっと、大名行列。行きたい。大名行列行っときてよ。ここ大丈夫かな。いや、ここはギリダメな高さや、これ。大名行列と来たら、襲わん手はないの。これで一気に攻めるぜ。これやってるだけで死ぬから。ちょっと、えぐいダメージ出てんな。これほんまに強いな、これ。だってもうその辺のやつも死んだぞ。忍法冷え性の術。な、君たちも死のか。これ集団戦においてもう無敵、無敵やから。もう無双やん。
無双ゲーになった？エルデンリング無双発売や。何が入っとんねん、これ。グレートスンターズ。モーニングスターのグレートが追加されたのか。出血で我慢。筋力22で持てんな。いらんけどな。あ、でも打撃武器はあっても損ないもんな。血のうごめく廃墟。え、ここにも腐敗がはびこってんのか。あ、こんなとこにも腐敗がはびこってるぞ。ゲルミア火山。火山言うたらだいぶ終盤のマップってイメージやもんな。まあでもダンジョンとかは挑むつもりないねん。地図断片。とりあえず。あ、デスマシーンや、デスマシーン。装備が違うけど、装備がピザカッターに変わってるけど、デスマシーンおるわ。やめてください、やめてください。あーい、ちょい。ここ何やったっけ、あの戦争の時に最も凄惨な戦いの舞台となったとか言っとったっけ。なんで降ろされたん。犬ですら強いぞ。なんか来た。もうなんなんこの犬。めちゃくちゃ強いやん。あ、またお前か。襲われてるしょんで。お、黄金樹に誓って。これ戦技じゃなかったっけ。なんやこいつ。絶対当てるマン、攻撃。今度こそその包丁置いていってもらうぞ、お前でも。オッケー。さあ、置いてきな。神聖な解体包丁。まあ、使わないんですけどね。あれ？ここ、上がられへんよ。席の鍵や。なるほどな。道が寸断されてるということは、やっぱりあそこのはしご、上がらなあかんのか。スニークで奴らにバレんように行くっていう感じやな。戦うのは現実的じゃない。こっち来てるけど、もう攻撃当たらんやろ、さすがに。なんか遠距離技とか持ってんのか。怖いって、こいつ。ちょっと失礼して。おー、ええのあるやん。ええのあるやん、お前。もうとりあえずもう体力に入れていくぜ。ちょっと通ります。お邪魔しまーす。チース、ご苦労様です。おすすめご苦労様です。これ何？虹色石でお宝のありかを示す。これパッチやな、虹色石でお宝言うたら。この手口は、間違いなくパッチやな。あ、ほらな！絶対パッチやで。もうこのシチュエーションでパッチじゃないわけないもん。really、死ぬって。死ぬわ、お前。絶対そうやと思う。あえてかかったって、俺は。お人よしなわけではないから。あの時殺しておくべきだったか。うひゃ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 言えへんのか。なあ、うわー、バナジリスクいんのか。より気持ち悪くなってる。やばい、死の呪いが。てかこの死の呪いのマーク結晶好きやん。種あるぞ。いや、むしろありがとうまでやんねんけど。これなんか地下のマップみたいなとこに繋がってんじゃないの。またあいたい。なんか思ったより言いたかった。これは逆にありがとうやな。なんかでかくね、こいつ。こんなもんやったっけ。連続射撃。まあ、弓使わんからな。いや、これむしろ、うまいやろ、ここ。戦技まであってさ、むしろパッチありがとうやって。この広さ、なんか怪しいな。ここやんな。ゲルミア火山1号目のとこから来たってことやんな。この広さなんかおかしくない？瞳が震えてるってことは、これあれや。船がおるわ。俺もうボスは、あの、ノビールノビールくんだけでお腹いっぱいやから、とりあえず、地図埋めに行きたいねん。いや、せっかくやから、もうちょっとせっかくやからっていうのもあれやけど。せっかくやし、もうちょっとだけ谷底探索行く？あ、でもなんか結構ええもん落ちてるぞ。だいぶ奥も続いてんな。俺どっから来たんやったっけ？この部屋やったっけ？ほら、ここに落ちたやんな。お前も落とされたんか？お、ちょっと待って、ちょうどあるやん。俺今余ってんねん。めっちゃ死の切り。めっちゃ死の切り。煮えたち川の洞窟。これまたどうせボスおるからな。ここはまた今度にしよう。谷の奥みたいな俺。へぇー！これは、その火山間ではないよな。別のマップ、中規模ダンジョンか。これすごい入り組んだ地形になってるわ。この山自体が一つのダンジョンと言っても、過言ではないかもしれん。おっと！またこいつか。死体あさりの極限、なにこれ。ブワーって。ここ当たり判定ないやん、お前。
ベイブレードみたいにその傾いてるからさ。うん、相変わらずなんも落とさんな。いや、はしご長いわ。ぎっくり腰になっちゃう。あ、ソニア。あ、これ初期装備のミッシの防具セットが売ってて。これワンチャン買うのありやな。うん、いいやん。結構。いやな、これ初期装備なんやろ。めちゃくちゃかっこいいやん。俺ミッシでやればよかった。俺ガチで初期の素性選び間違えてるからな。あ、ほんでさ、この剣のおかわりやん、これ。これさ、三浦健太郎さんへのなんか追悼の意味もあるみたいな話があったんだけど、どうなるの？あの、ベルセルクの作者の三浦健太郎先生ね。ゲーム作ってる宮崎さんが、ベルセルクめっちゃ好きで、結構デザインにもなんか影響を受けてるって言うてたから、まあ、そういう、あれがイースターエッグがあっても全然不思議じゃないけどな。この上かな？地図断片まさかこんな大変やと思わなかったな。でもここはこれがある。よっしゃいー。うわ。うわこいつおるやん。えって。ちょ、ほんまに。あいつだけはほんまに。あいつだけはいいわ。俺はただ地図が欲しいだけやのに、あいつとはもう戦いたくないって。もうまっぴらやわ。あれは。あー、やったや。んで、こいつおんのかよ。やめてくれ。お前とは争いたくない。やめて。ゲルミア火山の地図ゲット。大きい火口のとこに城作ってんやな。どんな趣味してんねん。このまま館に行くでもいいし、オートに行くでもいいし、ここの洞窟行くでもいいし。でもここの洞窟2つも石鹸の鍵使って開けたからなんかあるんやろな。まあ、次回じゃあここの洞窟行ってから、そこ終わったら、オートから行こう。で、ここなんか洞窟あるやん。まあ、でもまたある程度はね、動画外でやってるかも。ほんで、ここ、大きめのダンジョンがあるな。これさっきちょろっと見えたやつやな。これでも毒沼やと思うねんな、この色は。これ、オートの先にまだなんかマップあるな、もう一個。このアルター高原で全部かなと思ったけど、違うわ。まだあるべ、ここに。まあ、とりあえず、次回はじゃあここの、洞窟クリアして、ほんで、オートに、まあ、入っていくよって感じにしようか。だけど、じゃあとりあえず今回このとこで。今回は最後までご覧いただいた皆さんどうもありがとうございました。というわけで、See you next time! バイバイ！次回また遊びに来てな！ほな！